それでは皆さん、神聖な祭りを祝う前に私たちの犯した罪を認めましょう。全能の神と兄弟の皆さんに告白します。私は思い、言葉、行い、怠りによってたびたび罪を犯しました。聖母マリア、すべての天使と聖人、そして兄弟の皆さん、罪深い私のために神に祈ってください。全能の神は私たちを憐み、罪を許し、永遠の命に導いてくださいますように。アーメン。主よ憐れみたまえ。キリスト憐れみたまえ。主よ憐れみたまえ。天の糸を掲げるところには神に栄光、君は全員の人に平和あれ。我が主を褒め、主を称え、主を拝み、主をあがめ、主の偉なる栄光のゆえに感謝したてまつる。神なる主、天の王、全能の父なる神よ、主なるもう一人をイエス・キリストよ。神なる主、神の子羊、主の御子よ、世の罪を除くたまを主よ、我らを憐れみたまえ。世の罪を除くたまを主よ、我らの願いを聞き入れたまえ。死の右に座したまを主よ、我らを憐れみたまえ。死の御聖なり、死の御用なり、死の御と高しイエス・キリストよ、聖霊とともに死なる神の栄光のうちに、アーメン。祈りましょう。命の源である神よ、私たちが愛に生きようとするとき、あなたは私たちと共にいてくださいます。週の初めの日に主キリストの復活を祝う私たちが、愛の掟のうちに誠の喜びを見出すことができますように。聖霊の交わりの中で、あなたと共に優位に生き支配しておられる私たちの主イエス・キリストによって、アーメン。人たちの宣教。ペトロがカイサリアに来ると、コルネリウスは迎えに出て足元にひれ伏して拝んだ。ペトロは彼を起こしていった。お立ちください、私もただの人間です。そしてペトロは口を開きこう言った。神は人を分け隔てなさらないことがよく分かりました。どんな国の人でも彼を恐れて正しいことを行う人は神に受け入れられるのです。ペトロが話し続けていると、御言葉を聞いている一同の目に聖霊が下った。割礼を受けている信者でペトロと一緒に来た人は皆、聖霊の賜物が異邦人の上にも注がれるのを見て大いに驚いた。異邦人が異言を話し、また神を賛美しているのを聞いたからである。そこでペトロは、私たちと同様に聖霊を受けたこの人たちが
水で聖霊を洗礼を受けるのを一体誰が妨げることができますかと言った。そしてイエス・キリストの名によって聖霊を受けるようにとその人たちに命じた。それからコルネリウスたちはペトロになお数日滞在するようにと願った。神の御言葉。神の偉大な右の手、そのコントロールでは救いの力。多く地の中にあたり、すべてのものが神の救いを見た。神は救いを示し、諸国の民に政府を表された。慈しみと誠をもって、イスラエルに心を込められる。多く地の中にあたり、すべてのものが神の救いを見た。ラッパと角笛を吹き、神の前で喜びの声を上げ、世界とそこに住む者は神の前に喜び歌い。多く地の中にあたり、すべてのものが神の救いを見た。使徒ヨハネの手紙。愛する者たち、互いに愛し合いましょう。神は愛から出るもので、愛は神から出るもので、愛する者は皆神から生まれ、神を知っているからです。愛することのない者は神を知りません。神は愛だからです。神は一人子を世にお遣わしになりました。その方によって私たちが生きるようになるためです。ここに神の愛が私たちのうちに示されました。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して、私たちの罪を償う生贄として、御子をお遣わしになりました。ここに愛があります。神の御言葉。神の感謝。主は皆さんと共に。ヨハネによる福音。その時イエスは弟子たちに言われた。父が私を愛されたように私もあなた方を愛してきた。私の愛にとどまりなさい。私が父の掟を守り、その愛にとどまっているようにあなた方も私の掟を守るなら、私の愛にとどまっていることになる。これらのことを話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためである。私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさい。これが私の掟である。友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はない。私の命じることを行うならば、あなた方は私の友である。もはや私はあなた方をしもべとは呼ばない。しもべは主人が何をしているか知らないからである。私はあなた方を友と呼ぶ。父から聞いたことをすべてあなた方に知らせたからである。あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだ。あなた方が出かけて行って実を結び、その実が残るようにと、また私の名によって父に願うものは何でも与えられるようにと、私があなた方を任命したのである。互いに愛し合いなさい。これが私の命令である。キリストに賛美。キリストに賛美。
今日は第55回世界東方の日です。でこれに合わせて教皇様はメッセージを出していますので、要約して伝えます。で今回のテーマは来てみなさい、人々と彼らのいる場でそのままの彼らと会って伝えなさいです。現実をいかに現実にいかに近づき伝えるかということです。この世界にはジャーナリストがいます。この世界で起きている事実を報道機関に伝える仕事です。中には危険な場所に行くので命を落とす人もいます。今回のメッセージはこのジャーナリストへ向けていると考えた方がいいかもしれません。同時に私たちが自分の足を使って情報を得ることの大切さも教えています。私たちが情報を得る場所は新聞、テレビ、ラジオ、インターネットが今は主です。それらは実はすでに整えられているんですね、都合よく。はい、よく管理されて私たちに伝えられている可能性がありますので、本当の生活の実態を唱えるのが難しくなっています。で私たちは座ったまま得た情報をもう誰かに伝えていくわけですね。で教皇様はそうではなくて自分で見て見に行くように促しています。ヨハネ福音書はヨハネが自分で見たこと、イエス様に会ったことをナタナエルに最初伝えます。で、ナタナエルも自分でイエス様に会うように促していきます。だから私たちもこの報道で知り得たことを自分の目で確かめるように促されています。とはいえ私たちが簡単に行けない場所はあります。危険な場所でもあるわけですけども、そこに起きている出来事を伝えてくれるのがこのジャーナリストです。少数民族が迫害されていることなどはこのジャーナリスト、それから報道写真家、編集者、ディレクターの勇気と情熱のおかげで私たちは知ることができます。今日インターネットによって私たちは自分の目の前の出来事を瞬時に誰かに伝える可能性を持っています。よく報道のニュースの時なんか視聴者が撮ったビデオとかが流されるのはそういうことですね。同時にこのインターネットやニュースにも巧妙に加工された画像やフェイクニュースがたくさんあるということも私たち今日よく知っています。自分でもう簡単に他に広げるんじゃなくて自分で確かめてチェックする責任も私たちにあるということですね。だから自分が間違った情報を拡散させてしまう責任があるということです。直接自分の目で見ることに勝るものはありません。イエス様の弟子たちはこのイエス様の言葉だけではなくて話をしているこのイエス様の姿を身近で見ていたわけですね。このイエス・キリストを明かしたこの聖パウロも実は同じようで、彼から影響を受けた人たちはパウロの説教だけじゃなくて彼が持っている信仰、希望、愛、これを何か感じて後々影響を受けていきました。聖アウグスティヌスはこう言っています。私たちの手には聖書がある、目の前には現実があると。そうですね、だから聖書が書かれた時代と現実は違うんですけども、私たちは聖書の予言の正しさを現実の中で見るようにしてくださいと教皇様は言っています。ちょっと横道かもしれませんけど、一つの例です。これ大阪教区が出している一つのニュースレターなんです。だから毎月教区からもらうわけです。私金曜日も教区に行った時にこれをもらいました。カトリック大分、カトリック大阪大司教区社会活動センターシナプスというのがあるんですね。でこの5月号なんですけども、中に見たら信仰の眼差しを持って現実を見つめるというタイトルの、ページがありました。でこの
社会活動センターシナプスの職員である山田直子さんの出来事が載ってるわけです。でどういうことかというと、この方あの介護福祉士でね、それからあの難民移住者があのお年寄りをもてなす食堂を発案した人なんです。で去年のクリスマスの夜に突然高熱に見舞われて約2週間寝込んだそうです、ね、で原因は病気で分かったことはギラン・バレー症候群といって、もう手足のです、ね、力が入らないあのことだった。それでこの直子さんは介護の仕事が自分の天職だと思ってたんですけども、もうそれにつけないなってこう、まあ、ドクターから告げられるわけです。で3月7日に退院して、もう本当に大変なんですけども、このシナプスというこの職場にどうしても自分で行きたいと考えるわけです。それでまず電気車椅子を買いました、思いっきりおしゃれなものを選んだそうです、ね、でそれから2日目に、まあ、最初の日はいろんな操作方法をこう学んだわけです。で2日目は知り合いの看護師に付き添ってもらって、自宅から大阪の地下鉄に乗ってこのシナプスホームまでの予行練習をしたそうです。で、あ、これだったらいけると確信したわけです。大変なのは3日目です。一人で3月10日に自宅を出たそうです。で、ここからです。社会の荒波に遭うわけですよ。で、まず道を行くといろんな出会う人がなんか興味津々の目、それから哀れみの目でこう見下しているというのはよく分かったそうです。だから自分が介護の仕事をしていた時、あの事故で車椅子に乗った若者がずっと下をうつむいていた気持ちがよく分かったと。まずこれは序の口です。それから地下鉄に入ろうとするわけです。で、この車椅子不慣れだから、あのこうもたついていると男がやってくるわけですよ。姉ちゃん、どないしたんやね。皆さん分かります。親切心で来てるふりをするわけですよ。ね、駅のホームでも男から声をかけられて、姉ちゃん大丈夫か、ね、家どこよ。で、背中を触り始めるわけですよ。だから、わいせつ目的で近寄ってくるってわけです。ね、で、大阪の人はね、触るな。で、記事には〇〇って書いてある。多分そこには、触るな。アホとかなんかそんなあの言葉が悪態をついてその、まあ、追い払ったそうなんです。もうそうするとあの多くの人はあの侮辱する言葉を投げ捨ててね、こう去っていく。でそれが何人も来るわけです。だからこういう危険をあの犯しながらあの振り抜けながら、職場にたどり着きました。で、まあ、職場にたどり着いたら、あの難民の人たちが直子さんと言って声を上げて、まあ、あの迎えてくれたそうです。で、まあ、それを見て安心して、あの途中で出会ったことを話すと難民の人たちが怒ってね、もう外出時にはスタンガンを持って近寄ってきたら撃ち殺すがいいとか、あの、催涙弾を投げたらいいとかいろいろ話をしたんですけども、直子さんはいやいや、それは日本では認められてないって言って、まあ、笑ったそうです。で、その翌日から今度はサングラスをかけて、で今度は、杖を足に挟みながらこの車椅子を操作した、まあ、要するに守る体制を持って、そうしたら誰も近寄ってこなくなった、まあ、そういう意味であの信仰の眼差しを持って現実をこう私たちに伝えてくれている、まあ、記事がありました。まあ、これのおかげで実はあの本当の姿というこれ車椅子に乗っている人たちが、出会うであろういろんな危険を教えてくれています。車椅子生活になったこの直子さんに対する社会の荒波は、想像以上だと、まあ、本人が言っています。で、このようにあの見てきたことを知らせてくれる広報活動は非常にあの貴重です。世界のジャーナリストたちは、まあ、このようにいろんなことを伝えてくれています。今もあのいろんな人危険な場所で働いているジャーナリストたちの
ために祈りましょう。そして真実を伝えるために命を捧げたジャーナリストたちもたくさんいますので、彼らのために、このジャーナリストたちのために祈りましょう。最後に教皇様の祈りを紹介します。主よ、教えてください。自分の内から出ること、真理を求めて歩き出すことを、来て見るよう教えてください。聞くこと、偏見を深めること、結論を急がぬことを教えてください。誰も行きたがらないところへ行くこと、理解するために時間をかけること、本質的なものに目を向けること、上辺だけのものに惑わされぬこと、真理とそれと見まごうものとを識別することを教えてください。あなたがこの世におられることに気づけるよう恵みを注いでください。見たことを人に伝えるために欠かせない誠実さをお与えください。ローマ・サン・ジョバーニ・イン・ラテラの大聖堂にて2021年1月23日聖フランシスコ・サレジュの記念日。フランシスコ。それでは進行準備をいたしましょう。天地の創造主、全能の父である神を信じます。父の一人を私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンティオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられて死に葬られ、黄泉に下り、三日目に死者の力を復活し、天に昇って全能の父である神の右の座につき、聖者と死者を裁くために来られます。聖霊を信じ、聖なる福音の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の復活、永遠の命を信じます。アーメン。私たちを世界に使わされる神に信頼して祈りましょう。愛と慈しみのあるところに神はおられる。伝達手段が多様化する中で、教会がそれぞれの特性を見極め、現代の人々により良い方向で福音を伝えていくことができますように。愛と慈しみのあるところに神はおられる。昨日一人の信者は仕事中高いところから落ちて救急車に運ばれて大分市内の病院に入院しています。この怪我が一日も早く回復しますように。愛と慈しみのところに神がおられる。慈しみ深い神を、御子キリストに従う私たちの歩みを力強く導いてください。あなたの愛に根ざした生き方を求め、人々にも伝えていくことができますように。私たちの主イエスキリストによって、アーメン。
神よ、あなたは万物の造り主、ここに備えるパンをあなたからいただいたもの、大地の恵み、労働の実り、私たちの命の糧となるものです。神よ、あなたは万物の造り主。神よ、あなたは万物の造り主、ここに備えるブドウ酒をあなたからいただいたもの、大地の恵み、労働の実り、私たちの命の糧となるものです。神よ、あなたは万物の造り主。皆さん、この捧げ物を全能の神である父が受け入れてくださるように祈りましょう。神の栄光と賛美のため、また全教会と私たち自身のために、司祭の手を通してお捧げする生贄をお受けください。恵み深い父よ、一人子イエスはすべての人の友となられ、ご自分の命まで差し出す愛を示してくださいました。この奇跡を通して私たちがキリストの心に結ばれますように、私たちの主イエスキリストによって、アーメン。主は皆さんと共に、また主さんと共に、心を込めて神を仰ぎ賛美と感謝を捧げましょう。聖なる父よ、吸い腰の子羊キリストが捧げられたこの時、感謝と喜びに満ち溢れてあなたを称えます。キリストは死からの復活によって罪を打ち破り、倒れていた世界を立て直し、新しい命を私たちにお与えになります。全世界は復活の喜びに満ち、すべての天使はあなたの栄光を称え、終わりなく歌います。聖なるから、聖なるから、聖なるから、万軍の神なる主、主の栄光は天地に満ち、天の意図高き心にござんな。御べきから主の名によって至るもの、天の意図高き心にござんな。まことに尊く、すべての聖聖の源である父よ、今聖霊によってこの供え物を尊いものにしてください。私たちのために主イエスキリストの御体と御血になりますように。主イエスは進んで受難に向かう前にパンを取り、感謝を捧げ、割って弟子に与えて仰せになりました。皆これを取って食べなさい。これはあなた方のために渡される私の体である。食事の終わりに同じように杯を取り、感謝を捧げ、弟子に与えて仰せになりました。皆これを受けて飲みなさい。これは私の血の杯、あなた方と多くの人のために流されて、罪の許しとなる新しい永遠の契約の血である。これを私の記念として行いなさい。信仰の神秘。主の命を守り、宝物を与えよう。主がおられる。私たちは今、主イエスの死と復活の記念を行い、ここであなたに奉仕できることを感謝し、命のパンと救いの杯を捧げます。キリストの御体と御血に、
全教会を愛の完成に導いてください。また復活の希望を持って眠りについた私たちの兄弟姉妹とすべての死者を心に留め、あなたの光の中に受け入れてください。なお私たちを憐れみ、神の母乙女マリアと聖ヨセフ、人とすべての時代の聖人と共に永遠の命に預からせてください。本子イエスキリストを通してあなたを褒めたたえることができますように。キリストによってキリストと共にキリストのうちに聖霊の交わりの中で全能の神父であるあなたにすべての誉れと栄光は優に至るまで。アーメン。主の教えを守り御言葉に従い慎んで主の祈りを唱えましょう。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通り地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず悪からお救いください。慈しみ深い父よ、すべての悪から私たちを救い、現代に平和をお与えください。あなたの憐れみに支えられ、罪から解放されて、すべての困難に打ち勝つことができますように、私たちの希望を救い主イエス・キリストが来られるのを待ち望んでいます。国の力と栄光は限りなくあなたのもの。主イエス・キリスト、あなたは人に仰せになりました。私は平和をあなた方に残し、私の平和をあなた方に与える。私たちの罪ではなく教会の信仰を変えり、お言葉の通り教会に平和と一致をお与えください。アーメン。主の平和はいつも皆さんと共に、また死者と共に、互いに平和の挨拶を交わしましょう。主の平和は、主の平和。神の子主に、世の罪を除きたまおう主よ、我らを憐れみかなえ。神の子主に、世の罪を除きたまおう主よ、我らを憐れみかなえ。神の子主に、世の罪を除きたまおう主よ、我らに平安を与えたまえ。神の子羊の食卓に招かれた者は幸い。主よ、あなたは神の子キリスト、永遠の命の糧。あなたを置いて誰のところに行きましょう。
祈りましょう。全能の神を永遠の命の糧に強められて祈ります。私たちのうちにおられるキリストに支えられ、日々愛と喜びを持って生きることができますように。私たちの主イエスキリストによって、アーメン。この後10分間だけ聖書の分かち合いを取ります。で、来週は主の焦点です。本来であれば平日なんですけども、40日目なので、で、日本は平日にお祝いできずに、まあ、日曜日にしますので、今度の日曜日は主の焦点の祭日になります。主は皆さんと共に、また主さんと共に、全能の